ドリュー・ジェームズ・ルチンスキーは、アメリカ合衆国オクラホ・マシューブロークンアロー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。韓国、NC 大ノス所属。2011年に、オハイオ州立大学を卒業したが、MLB ドラフトで指名されず、6月に、独立リーグフロンティアリーグのロックフォード・リバーホークスに、加入。1試合に登板後、退団した。 6月16日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。この年は参加のルーキー級アリゾナリーグインディアンス A-9 マホーニングバレースクラッパーズ A 級レイクカウンティキャプテンズでプレイ。A-9 マホーニングバレーでは15試合に登板して2勝0敗防御率2.8430奪三振の成績を残した。オフに放出された。 2012年はフロンティアリーグのロックフォードに復帰。22試合に登板して7勝4敗1セーブ、防御率3.1391奪三振の成績を残した。2013年はロックフォードで15試合に先発登板して4勝6敗、防御率2.88101奪三振の成績を残し、8月8日に対談した。 2013年8月8日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。参加の A 級インランド・エンパイア・シックスティ・シクサーズでプレイし5試合に登板して2勝2敗、防御率1.8621奪三振の成績を残した。2014年は A 級アーカンソートラベラーズで開幕を迎え17試合に登板。6月9日には テキサスリーグの第1週週間 MVP を受賞した。7月10日にエンゼルスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。11点リードの9回裏から登板し、1回を投げ4安打に失点1奪三振だった。12日にトリプル A 級ソルトレークビーズへ降格した。2015年9月1日に リーフとなり、4日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ソルトレークへ配属された。オフの11月6日に FA となった。2015年11月16日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は、参加のトリプル A 級アイオワカブスでプレーし、28試合に、 先発登板して7勝15敗、防御率5.92116奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2016年12月15日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年の開幕は、 参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスで迎え、5月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月10日にリーフ、13日に40人枠を外れる形で AAA 級ロチェスターへ配属され、一旦 FA となったが、14日にマイナー契約を結び、AAA 級ロチェスターへ配属された。2017年11月30日に、 マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年の開幕は、参加の AAA 級ニューオーリンズベビーケークスで迎え、6月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。シーズン終了後に FA となった。2018年11月30日、韓国の NC ダイノスと契約。 2019年は NC で9勝。2020年はチーム最多の19勝を記録。ありがとうございます。